どうも小丸です,キー太郎ですじゃあ今日は「アイランド2」第9話の予告について話していきます、まあ、予告がね YouTube で公開されたわけだけどもうさあめっちゃ面白そうじゃないねあでもこれあれか本編の最後にやったやつと同じかなちょっとこれ比較はしてないんだけどなんか改めてそこにフォーカスしてみたら、うん、そうめっちゃおもろそうなねの 2番目のねテストのメインポジションテストっていうのが始まるんだよね。うんうん、でさまあ多分ボーカルとかラップとかに分かれてくると思うんだけどまずさジジンンとジョーンちゃんのペア対決、うんうんうん、これね、うん、もうさ、あのー、字幕があったからさ「パパゴって、ねうん、何言っとるかな?」みたいな感じでさ見たらさなんか。 運命じゃないかみたいな、本当の運命じゃないか。お姉さんが私を無視したじゃないですか。これね、お姉さん年齢どっち上ってなってみたら、ウンが上だったね。だから、ジョーンがウンに向けて、うん、っていうか、慈を思って、お姉さん、私無視したじゃないですか、みたいな言っているってことだよ。でも、直接言ってんのかな、うん、やばいね。いおもろああ、そういうことか。だから、だから直接対決になったんかね。向き合って。ああ、かなぁ。うん で、ジュンがジョンに対して、ジョンは、その、回、下の件も感じてみるべきじゃないですかみたいなことも言ってるんで。いや、ごわんい,いと思ってさ、なんか。ねいや、でもここでさ、やっぱさ、話し合わんと、というか、一回ちゃんとぶつからんと、解決せんからさ、いい機会だよね、うん、なんなら。うん、いや、そうなん、そうなん。てか、 もうさ、ね、ずっとさ本当最初の方からずっとさこの2人の確執みたいなんが描かれとったからいつかそのクリアせクリアっていうかねいつか解決しなきゃいけなかったもんねそうそうもしさやっぱここの2人多分上位上位の2人って感じじゃんやっぱり、うん、だからさデビュー一緒にする可能性ちょっと高いからさあの、うん、普通に仲良くなってる方がまあスムーズだろうし今って仲悪いのってあんまりねなんか。 ファンもね押しててちょっとふんってなるからねうん、うん、いい方がいいもんね絶対ね、うん、そうだねだ M 値までよこのサバ版までは許されるからサバ版の間に解決してる描写があると多分一番いいからやっぱ今回でやっぱいい感じになるんかなみたいな会話するし多分うんいやそうだねでさなんかステージの描写とかもさちょっとあるじゃん、うん、2>, その2人が向き合ってみたいなうん、うん、でもなんかあれ結構良さすぎじゃなかった いやそうそうそうねてかそもそも向き合って、うん、まあもし目を合わせてるんだったらやっぱそもそも練習段階で合わせてないとやっぱ合わないっていうかこういうさ目線とかって。だからさっきあのさ字幕ではないけどあちょっとあったかなんかちょっといいみたいな,なんかジウンが上下向けて言っとったはずなんだ、ね、よ。 で、一緒に階段を降りてって、みたいな。うんうん、あ、登ってってかな降りてってから。まあ、どっちでもいいか。<laughs> とりあえず、ジョーンが自由についてって、みたいな。で、話してる描写は、直接でね。なかったんだけど、うん、ちょっといいってさ、大体話すときいいやつやねんか。<laughs> 確かに。ちょっとね、散歩ぐらい遅れてね、スタスタスタみたいについてくみたいなやつだったもんね。うんうんうん、そう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 。だから、やっぱ話すんだろうね、本当に。うん。へ、えー。 いい,ね、いいねてか楽しみだね楽しみだねなんかさコメントで頂い,いたんがさ最初ジョンウンちゃんがシグナルソングセンターのさ自分で決めれるみたいなポジション決めれるみたいになった時に「ジウン入れるよ」みたいな言ったけど結局自分にしたみたいなんだっけなとりあえず「ジウンじゃなかった」みたいなさなんか描写があったのもあってからじゃないみたいなコメントはあったはずなんで うんうん、そこからもうスタートしててやっぱそれ,だらそれでなんか投票も入ってないし私に対しての投票も入ってないしみたいなのもあってかっていうところをさやっぱこう語り合うんじゃないやっぱうん,うんなるほどそっかだからもうその紐解いていくわけねもうこのさ、うん、わかかかまりみたたいなのどっっっらスタートしたのかって払わって話すんんんうんうんううん、でもね結局総選挙さね不満ある時ってなんかある程度言わんと。うん 絶対解決せんもんね大人になってももう、ま、全く変わらんもんね <laughs> 一緒だもんね絶対そう、うん、うんうんうんえだからさそのステージ終わりかなんかさジョーンちゃんが泣いてる気持ちったじゃんそう <laughs> あれがどっちのやつみたいなそうあのー、一緒にできてよかったのさこう,うまくできた一緒にうまくできたみたいなパターンかもしくは失敗したか、うん、<laughs> その <laughs> ジョーンちゃんがね <laughs> なんかあんまうまくできんかったみたいな なんかそうとりあえず泣いてはいるよねやっぱいやそうなんんかさジョーンちゃん泣いてるところの前にさあの予告だと2人いらっしゃるんよねうんだからそう誰とみたいなでももう1人ぐらいおりそうなんよねなんか目線向けとるからなんか誰に囲まれとる<ー>なん中ジーンちゃんおるここにああでもなんかジーンちゃんのヘアスタイルじゃない気は するから、違う方なんかな縛っとるんかなこれ。縛っとったらなんかジュンちゃんかなと思うけど、ちょっとわからんで、ね、この感じ、うん、そう。右側にいる方がね、なんかちょっと頬っぽい感じ。頬のあたりがジュンちゃんかなってちょっと思ったりもするんだけど。わかる。かるうん、ね。わ、ね、かるよねわかるわかる。うん。だから、<な>その、うん、うん。え、どっちだいい方でやってくれ。そうだね。いい方でやってくれだね。うん えでもから、うん、もしかしたらさ点数出た後の顔かもしれんしああ<ー><ー>なるほどねまあんちゃんが良くてみたいなうんうんでもなんか大体オーディション番組ってさやっぱぶつかっては仲直りしがさ結構ねよくあるやつだから、うん、なんかやっぱいいステージできたみたいなあんないろいろ苦労しててみたいなさ思い返しての涙だ,だと思いたいねなんかねうん、うん、いや、うん、そうそうそううん多分そうであってほしい うん、うん、で、人間的に二人とも成長したみたいなね。ええー、最高じゃん。あん、最高、最高。だって、多分デビューすっかーね、うん、二人とも。多分。<laughs> 多分ね、そうだね。多分ね。今のまま行ったらね、うん。うん。うん。あと、あれじゃない。なんか。ここが多分、まあ、ボーカルのさステージやってくるわけだけど。多分さ、次のゆじゅちゃんとココちゃんがラップって感じだよね。うん、うん、そうだね。でも、なんか、一瞬なんだけどさ。ゆじゅ。 ちゃんが私のだよそれみたいなでココちゃんがちょっとおとぼけみたいな顔なんかちょっとふんみたいな顔しとって、うん、<laughs> その次に私が見えないじゃんみたいなちょっとまあちょっとなんか強く感じるような雰囲気がある感じで、うん、なんか言ってるみたいなでもココちゃんずっとなんか眠たいのか <laughs> なんかはてみたいな顔はしてるってどういう関係性なんかがちょっとあんまりねまだわからんなんだけど2人のねあれが。確かに この一瞬だけ切り取られとるから M 値大得やねんが一瞬切り取れた、うん、コここちゃんが本当だったらもしかしたらあまり深い見ないかもしれんけどなんかすごい意味深な表情に見えるねんか、うん、この予告だと。えー、だからどういう表情に見えるってことっけつまり。っだからなんかちょっとなんか不穏な感じあゆずちゃんとここちゃんが不穏な感じには見えるじゃんこの予告だと、うん、その会話のやり取りと。 と言われててね、うん、なんか嫌だなって思ってそうな顔に見えるっていうかねそうそうなの。うん、もしかしたら実際ここちゃんそうじゃなくいないかもしれないけどそう分からんけどねでもそう見えちゃうからなんか大丈夫かな<う>みたいな分かる切り取るとさやっぱ強調されるからさなんかそんなに大した意味ないことでもさ、うん、なんか強く感じたりするもんじゃんねうん、うん、しかもそれがほらエムネの得意技じゃん そう,そうだね、そうだね。ふいくんがね、永遠にね、失敗したみたいな描写でね、うん、全然うまくいっとったやつとか、あそこ逆、そ,そ,<う>それ、得意な描写ってか、もはや嘘だったもんね、あれね。嘘、嘘、嘘。あとなんかさ、クイーンダムパズルだっけ、クイーンダム2でさ、ブブゴル先輩がさ、クイーンダム2か、うんうん、2> ブ,ブブゴル先輩なんかもう、脱落みたいな感じだったり全然残っとった時とかあったしね。<laughs> <laughs> すごいあったよね、そういうこと。引っ張りすぎて、そんなこともあったね、楽いそう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 。<laughs> だからまあここがなんかあれじゃんほら前回のさステージがさ一緒にラップパートをなんかやっててでゆじちゃんが結構さすごいモいカ先生とかから指摘は超多いけどいや私やるみたいななんかそういう意志の強さがすごかったじゃんねでもなんかこの感じならそのままなんか欲しいポジションはもらう もらうのかななみたいなでも私が見えないじゃんってことは実際はココちゃんが多いからもらいに行こうとしてるってことなのかこの感じ、ね、確かにちょっと私が目立たないじゃんみたいなニュアンスだよね、うん、うん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 でもなんか2人でってさポジション決めるのめっちゃむずないなその客観的な判断がさやっぱ、ね、確かにしにくいっていうかそうだねうんえまたさしかもココちゃんってさやっぱりその韓国語あのラップのトーンとか多分そういうのは上手っぽい ぽいじゃん先生の,あの感じだったらさ上手だねっていう雰囲気だと思うんだけどやっぱり言うても練習宣言はさ韓国語の発音とかは練習宣言んけどやっぱさほら今みんなさここは個人バトルだっていう認識がすごい強いからなんかゆじちゃんが教えてとかじゃないあれになってちょっとココちゃんが普通に大変なんじゃないかなみたいな。うんうん、そうだねしかも2人しかいないからもうそうだねゆじ、うん、ちゃんがもしそのスタンスだったら<う>ココちゃん結構黙々と1人でやるしかないもんね。 そうそうそう。でさ、前対応にしとったとここせびの先綱のセビちゃんは、その次すぐ泣いとるんで。なんか、いっこびちゃんは、<laughs> セビちゃんで、なんか大変そうで、なんかまあ、そ,そうそうそう。言えば教えてくれるとは思うけど、セビちゃん優しいから。うん。うん。なんか、前よりちょっとなんか、いろいろ練習しにくいんかな、みたいな、ココちゃんがうん、うん。うわー、そっか。うわー、ココちゃん試練の時やね。ココちゃん試練の時な うん。わからんね。うちら、ココちゃんに肩入れしとるんかね。<laughs> <laughs> もしかしたら。<laughs> いやいや。<laughs> <laughs> でもさ、その、その後ステージもチラッと見せてくれるけどさ、ま、ココちゃんバチバチにかっこいいやつかましとんねんか、かそのマイクをさ、勝手に持ってさ。わかる,かるなんかさ、あの、サムネ的なのにもさ、まあ、ここ、ここ有終でさ、サムネ的なやつになっとるか、エブネムさんが作った。やつあれマジさ、バチボコしとるよね。ココちゃん。いや、そうなんそうなん。うん、だからめちゃくちゃかましとる感じはするんよステージは。うんうん、そうだよね。うん てか,それだけなんか迫力のあるやつだからこそ使われとるもんね普通にね、うん、<ー>そうだねだってもうなんか後ろのスクリーンとかも炎も炎も炎でさ <laughs> すっごい燃え上がっとくからねえなんならさ <laughs> その始まるパート22番目のテストメインポジションテストみたいなやつもさ多分それがラップポジションのさステージならすっごい前の方も燃え上がっとるよなんなら <laughs> 確かにえ本当だ確かにあそう <laughs> あとあれなんかなその次のさユニット的なのはそんな情報なかったよねあんまりうんうんうんそうなんそうなんあれかなその脱落が誰かっていうのがさもし脱落発生してたって、ね、公開まだされてないから多分そこ多分人数ちょっと多めだからぼやっとさせとこうみたいなあれなんだ、ね、ああ、かねえだからちょっとそこら辺気になるかなやっぱ うん。でも、イちゃんとかはおるし、で、ジミンちゃんもおるし、なんか、純粋な視聴者投票の、あの、順位の感じなら、ギュリちゃんと、でも、ギュリちゃんステージ良かったから、うん、あの、ジュオンちゃんとかが、もう、ちょっとわからんなって感じなんだけど、ジュオンちゃん映ってたかなって、なんか、ちょっと気になるとこかな。うん、そうだね。 確かにまあステージ確かにこれも分かる人はねもう次に進んでることは確定だからうん、うん、確かにね判別できない人がね誰かって感じだよねそうだねあとさちょっと話戻るかもしれんけどさそのポジションポジションバトルの組み合わせはこれですみたいなさ表示ファファってあるじゃんなんかさどういう決め方か分からんなと思っとったけどさそういえば前回のステージの決め方さトレーナーの先生がさ決めてたじゃん組み合わせを。 うんうんうん、うん、だからさトレロ先生が仕組んだ組み合わせなんかなって今回の <laughs> なんかちょっとでもそれっぽくない意図的な感じで少し、うん、そうだね仕組んだ言い方 <laughs> そ,うそれは面白かった <laughs> そういや確かにそのさピロってさあのめくった後の反応とか見た感じ、うん、多分そうだよね、うん、あの自分たちじゃなくてもう発表これでお願いしますのパターンだよねきっとねやっぱり だよね。うん、だってさ、もしさ、ボーカルポジション、自分たちで、ね、立候補制でやりますってなったときにさ、うん、どっちかが先にさ、ボーカルや、ね、やるって言ったらさ、ど、なんか避けそうじゃない <laughs> どっちかが。うん、その、ジー・ン・うん、ジョンのどっちかは避けそうじゃないどっちが先に立ててのパターンで。もう片方避けるから、やっぱ、先生分かっとったんかねやっぱ見てさ、およ、およってなったんかね <laughs> ここ飲んだわみたいな。<laughs> そう。<laughs> いや、そうだわ。いや、でも、それで、まあ、正解っていうか、うん。うん、まあ、二人はここでなんかクリアにしとくべきだったから、それでよかったじゃん。うん、やっぱり、ユジュコここもそんな感じわ、うん、からんけど。ゆジュコここ、そうだね、ゆここもそうかもしれん。やっぱ、ほら、トレーナーの人さ、結構見とんねんか。練習の時とか、モニターとかですごい監視し、監視っていうか。人間関係の監視とかもなんか把握してるじゃん、多分。 ちょっとしてそうだよねさすがに、ねうん、うん、別にゆじュちゃんとここちゃんが争ってるあれはなかったけどなんかうんまあ確かにラップで印象に残ってたっていうのもあるかもしれないね前回のステージああそうだねう、うん、だってなんかそのステージを見守ってるさテイアンさんとかレッツゴー!」みたいな「レッツゴー!」じゃないってかんでるかもしれんけどかすごい盛り上がってた,、うん、ってたじゃんそう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 か結構見たいステージみたいなのを組み合わせた気もするよね、うん、ああなるほどね あと、れ戻るけどさ、もう一個のさ、多分、もう一個かあと二つかわからんけど、まあダンスか、もしくはパフォーマンスっていうポジションなのかわからんけど、そこがもしかしたらちょっと人数多いじゃん。なんか4人、四、うん、人いて、1人脱落してたら11になるんかな。そうだよね。11から4人引いて、七、ね、あと7だから、そう。43みたいな感じなかったかなわからんけど。やっぱり、そうだよね。7人できんじゃないよね。43な感じでね。だから2曲あるんだろうね、多分ね。そからんけど。そう,そうそうそう、多分。 ジミンちゃん映ってるとこが3人っぽいのかなあれてか、あのホールはあ、あのホールは、そういえば。セミちゃん映ってるやつ見たらさ、あ、そこが4人か。で、ごめん、さっきさ、うん、ジュオンちゃんどうかな大丈夫かなと思ったけど、ジュオンちゃんらしき影がおるわ。あ、だからよかったね。なんかちょっと心配しとったんだけど、脱落戦なんかね。さえも陰気に脱落なんかね、もしかしたら。あなんかしゃべら減っていくイメージだったけどね。うん、そうそう。アイランド1がね、そういう減り方だったから。 ああなるほどああファイナル前に三人脱落しますとかうん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 。あれ三人って言っとったうちら勝手に3って決めた今もしかしてうちら勝手に決めたね今ね多分ねかもしれないなんかなんかさ <laughs> その一番最後が九人 のイメージだから <laughs> 9人から6人になるみたいなイメージだから <laughs> 勝手に <laughs> う,ちらうちら勝手に9取ったらじゃ脱落はそんな分からんね人数ね結局ねうん、うん、分からん、ね、もしかしたら12人で最後までやるかもしれんしねうんうんうん、うん、あでも脱落とは言っとったから多分あそっかそっかファイナル前イが減る気はするはう,うん、うんうん、えてかセビちゃんは標準やばいね今回もねなんかうん十十六16に見えんさなんかセクスイーさがそうだ <laughs> 分かほんと一緒になったけどすごいいいよねこれ口元に指ファーってやるやつうんなんかさいろんなさうちらアイドル見とってさやっぱ表情すごいなっていう声けどセミちゃんはやっぱピカイチだよねうんうんいやすごいもうスター性ってか華やかさがやばいなんかさ今エスパのさカリナさんっていうさスーパースターがさ、うん、まあなんかマスターかなんか普通に写真撮られてあのファンオタクから。 で、なんか、携帯の画面がチラッとなんか見えるような感じで、携帯持っとったんだって。スマホね。うん、で、そのスマホの画面、アイランド2の投票画面だったらしくて。<laughs> なんか、<ー>そう。セビちゃん入れてたっぽいわ。セビジミンだから。なんかもう一人ちょっと忘れたけど。<laughs> なんかね、特定されとって受けるってなった。<laughs> カリナさんすごい汚染系。<laughs> それわかる。カリナさんセビちゃん見とるなみたいな。<laughs> ちょっと嬉しい。だって、大スターがね、か。 そうだよ菊太郎さんでも大スターって分かっていただけるエスパーのすさをそう,そうだよ菊 <laughs> 太郎ですら分かるぐらいのレベルだからええ、嬉しいねそうだねあ、噂だとオタクオタクだねでも面白いね将来ライバルとなり得るかもしれんがにねなんかいいねサババン好きなんかね普通にね,ねなんかすごい親近感持てるわ で以上ね今回はアイランド2の第9話の予告についてね話してったんだけどいや本当にさもうめちゃくちゃアイランド2盛り上がってきたから本当楽しいよねほんと楽しい終わらんでって気持ちがすごいよね <laughs> おもろいからいそうな結構最初から面白かったけどさ <laughs> なんかさ盛り上がりがほ、うんとさ第8話ぐらいからすごいことになったじゃんうんね終わらんでって思うよねうんねあとさごめん本当どうでもいいこと言っていいなんかさ、うん その予告だけ切り取ってくれてるさ、その M でのさ、うん、あの X のポストね、今ちょっと見てたんだけど、うん、なんかさ、結構ハッシュタグとかいっぱいつけてるよ。で、ハッシュタグアイランド2とか、そのテディとか。 なんか、提案とかさ、いろいろあるんだけどさ、24さんだけさ、ハッシュタグなってなくて、うまいこと。数字ってダメなんだっけな、うんか、<laughs> 24さんでやっとるかな ?24 さんだけなってないっていう、なんか気持ちがすごい今。<laughs> いや、ほんとだ。いや、確かにそう、なんか、数字だけって確かダメだった気するんよ。 あそうなんだ、うん、そっかそっかあとさその読み方のやつもさ別に書いてないからさテディさんはさ英語でもテディってやってハングルでもテディってやってさティアンさんもそうなんだけど、うん、24さんなんて読み方なんか本当知りたかったんだろう <laughs> <laughs> 24って書いてくれたら分かりやすかったよね <laughs> そうそうそう24だけの響きで聞いたらさほらあのねアメリカのドラマとか思い出したやろああまあそうだねねパン,パン,パン パンパンンい,いやいや見たことはないけどしっとりあのその時計がカウントダウンするやつでピ,ッピーみたいなやつよね、うん、今の音だから私のパンパンか <laughs> 分かったちょっ <laughs> もうごちょっと気,気になっちゃうってね243じゃないもんねうんいや <laughs> 日本語読みなわけないよね絶対 <laughs> あと「ナスリは狐みたいね猫じゃなかったんだね」あらしいね 知らんかったね。うん、なす、うん、どうでも、うん、どう、ん、なんでもない。<laughs> <言>う <laughs> どうでも。<laughs> まだからさ、アイラの次の第９話が楽しみだよね。ナスリ、かわいいね。<laughs>